Kurumi-san, today is not a day. Sit down there. Eh? Eh? There is not. You are always, 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 ある有栖川学院に通う生徒として、ひたすらばかりすることを恥ずかしく思わないのですか？それに、私たちはもう2年生なのですよ。いつまでもそんなこと、幼稚ですわ。ち、違うもん。私たち、まだ子供だけど、でも幼稚はまた別だもん。いいえ、幼稚です。お子様ですわ。 何が分かったなのですか？幼稚でもお子様でもないってこと、春菜ちゃんに証明する。私、もういたずらやめるから。などと、昨日くるみさんはおっしゃっていましたが、嘘に決まっていますわ。そうやって私を油断させて、またいたずらを仕掛けてくるつもりに違いありません。 くるみさん、今日は一体何を？おはようございます、春菜さん。え？私、用事がありますので、また後で教室でお会いしましょう。おほほほほほ。くるみさん？ それでは皆様、また明日。 くるみちゃん、ちょっと変わったね。あれからいたずらなども全くしなくなりましたし、シスターも最近のくるみさんの様子に驚いていましたわ。みーこちゃんも言ってたよ。くるみちゃんといたずらしなくなって物足りないって。物足りない。くるみさん、 行動に落ち着きがあって、何よりいたずらを全くしなくなりましたわ。はじめは私を油断させようとしているのかと思って、あえて何度も隙を見せたりしたというのに。ですが、これはとてもいいことですわ。そもそもいたずらをするような真似こそ、有栖川学院の生徒としてふさわしくないのですから。 規則を守り、貧困法制に日々を過ごす。私もそう思っていたからこそ、くるみさんのいたずらを怒っていたはずなのです。それなのに、どうして。くるみさん、帰られたのでは？忘れ物を思い出しましたの。そうですか。では、ごきげんよう。 くるみさん、あの、くるみさん、なんですの？へっへっへ。それはクラッカー？びっくりした。春菜ちゃんが言うから頑張っていたずらやめてみたけど、もう我慢の限界だよ。 楽しくないもん。おとなしくしてるのも、おほほほほって笑うのも、もうやめる。やっぱり毎日ドキドキしてワクワクしないと。春菜ちゃんだって、私がいたずらしなくなったら、そわそわしてたし。そんなことは。あるもん、わかっちゃうもんね。だって今、春菜ちゃんちょっと笑ってるもん。ん？だから、 これからもいたずらをやめない。みんなのこと、いっぱいドキドキさせちゃうんだ。くるみさん、おやめなさい。こんなに髪を散らかして。可愛いでしょ。キラキラの髪がいっぱい飛び出すクラッカーなんだよ。これでみんなに突撃だ。みんなに？おやめなさい。
やめになんてならないもんね。なんということでしょう。くるみさんがいたずらをやめて安心しなくてはいけなかったのに。むしろ今こうしていることがいつもの私たちであると思ってしまうなんて。お待ちなさい。廊下を走ってはいけません。